はい、こんにちは、千葉キングス YouTube チャンネルのお時間がやってまいりました。今日はですね、なんと北海道から現ナショナルチームのメンバーでもあり、千葉キングスのライダーでもあるあの人が、来てます。こんにちは、カイトです。カイトです。浜田カイト来てます。どう、カイト、はい、長旅だった。長旅、あれ今回何だったっけ。なんでこっち来た。今回はちょっと東京で、うん、あのチームの合宿があって、ナショナルチームのね、はい、合宿で、はい、東京来てて、それの帰りにちょっと千葉県行きたいなみたいな感じで来ました、ね、来てくれましたね。まあ、それで、まあせっかくね、カイトに来てもらったんで、まあ、なんかカイトにおしゃれトリックをちょっと教えてもらおうと。キングス通ってくれてるお客さんとかがね、こう挑戦しやすいようなちょっとこうちょい足し小技的なものをちょっとやってもらいたいなと思って。やってもらってもいいですか。やります。じゃあカイトに、じゃあちょっとまあ、ジブとジャンプ両方ね、おしゃれなちょっとトリックをやってみてもらいたいと思います。じゃあおしゃれ講座、はい、カイト何やってくれますか。じゃあバックノーズでアウトでテールタップして、バックノーズのテールタップスイッチアウト、やります。難しそうだな。お願いします。うまい。さらっとやってのけましたね。もう以上です。以上です。じゃあ次のトリックに期待しててください。でも、もうやだ。さすが一発で決めてきたね。めっちゃ緊張。いやでもあれかっこいいね、今のオシャンティーです。決まってよかったです。もう一個ぐらいなんかさ、ボックスでもちょっとかっこいいなんか小技を、はい、ありますか。あります。持ち技どんな、キャブイン、はい、スイッチで行って、スイッチイン、キャブノーリーで、うん、こういう感じです。あ、そういう感じで、うん、なんとなく伝わった。キャブノーリーからのこういう感じで。じゃあお願いします。おはい、じゃあボックスとエンビ2つちょっとやってもらったんですけど、これを見た方もちょっとカイトのね、まあ、スローモーションとかで動画やっとくんで、これを見てちょっとパクってください。カイトのこの小技をパクって。
くとさ、なんかジャンプでもさ、はい、なんかちょっとこうおしゃれな、ああ今流行りの、はい、コアバ的な教えてもらえないですか？オッケー、いいっすか、はい、かっこいいね